ノリ、今日投げ込みメインになるから、あとお前、東先輩相手になんで厳しいとこ攻めないんだ？いやだってバッティング練習だし。鏡、お前萌え変わる変わる誰かそいつつまみ出せ、ダンボールに詰めて田舎に送り返したらや。なんじゃそのふぬけた球、もっと生きた球投げんかい。こんくらいでバテやがって、そんなんだからベンチにも入れんのじゃ。すいません。東くん、また川上くんを指名してますね。やる気がねえなら田舎に帰れ、このドアホ。てめえぐらいの投手ならうちにはゴロゴロいるんだからよ。インハイ、あの腹にぶつけちまえばいいんだよ。そんなことできるわけないだろう。俺なら要求すんぜ。言うのは簡単だけどさ。シンカー膝元に投げてみるか。いや、あれは封印してるから。そっか、ま、シンカーだけが決め球じゃねえけどな。そんじゃまた後でな。みゆきのやつ、むしろ心配なのは。なに、オーケーオーケー、いいボール来てるぞ。もうちょい上な。あの腹にぶつけちまえばいいんだよ。ここまで全試合に登板し、重要な終盤を任されてきたんだ。精神的に一番疲れているのはノリかもしれない。川上、これは勝負じゃ。どんどん生きた球投げてこいや。ああ言ってるけど、お前はどうなんだノリ。東さんに勝ちたいと思ってる。よく言った。だったらお前の気持ち東さんに見せてやらねえとな。ああ、またかよ東先輩。目をつけた後輩にはとことん厳しいな。お待たせしました。ほう、川上のやつ根性入った顔になっとるな。ええ、東さんに勝つつもりらしいですよ。あの時の厨房みたいに。あの礼儀知らずのクソガキのようにやと。おい小僧、詫び入れるなら今のうちやぞ。一度マウンドに上がっちまったらどこにも逃げ場はねえからな。大口叩いた割には普通以下やないかい。こんなん軽く場外じゃ。何様だよ偉そうに。逃げ場がないのはてめえだっつーな。あっていうか、ぶつけられても文句言うんじゃねえぞ。おらくっやっぱこいつ面白え。ほらみゆき、何笑っとんじゃ。いらしたるぞ。あ、すいません。 End of flashback。 川上、わしに勝つつもりやと。やれるもんならやってみ。チェッ、くさいとこ突き寄って。けど、相変わらず逃げのピッチングかい。来いよ。 Few moments later。 逃げのピッチングだってよノリ。さあ見せてやろうぜ、お前の気持ち。迷うな、自分の気持ちをぶつけろ。低めを意識するあまり少し慎重になりすぎているかもしれませんね。え、ああ、インコースギリギリ入ってますね。アホ、入っとらんわ。ボール1個分高いわ。あ、やっぱり。 A few minutes later。 次は絶対に打っちゃる。簡単には打たせません。よういった。ここまで来たら技術よりも気持ち、どれだけ強い気持ちを持ってマウンドに立てるか、それだけだぞノリ。よし、この勢いでシンカーも解禁してみるか。
やっぱこっちはしばらく封印しとこう。おいおい、お前あん時のクソガキやないかい。なんでブルペン入っとんのや。いいえ、あんたはかつてこの俺が完膚なきまでに叩きのめしたメタボリック先輩。メタ、あれ、こんな太ってましたっけ。あんな体でプロに行くってマジでありえねえ。見てみろよあの腹、おっさんじゃねえか。誰やこれ。さっきから俺のチャームポイントを割ろうとんのは。チャームポイント、どう見てもそれ短所だから。喧嘩売っとんのかクソガキ。お前名門は嫌いとか抜かしとったんちゃうんかい。結局うちの学校入っとるやないかよこら。記憶にございません。名門と呼ばれるこの学校じゃそんな大切なことも忘れてんのかよ。東先輩、今じゃそいつうちの貴重な戦力ですよ。だと、サイドスローで制球力もある。あとは気持ちだな。ちょうど試したい球があったんです。久しぶりに打席でこいつの球見てみます。お前あいつを貴重な戦力や言うたな。ほんまにそれほどの男か、わしが確かめとる。俺東さんのそういうとこ好き。それじゃあ遠慮なく。やられるかもしれんな。おいおい、そんなんで振り抜けんのか。いきなり、さらに動く。今後の課題として、なかなかキレのあるいい球投げんじゃん。肩関節が柔らかく、まるでムチみたいにしなる左腕、リリース直前ボールに強力なスピンを与えられる柔らかい手首、全身でボールに勢いをつけることによって生み出されるボールのキレ、これが沢村のカットボール。対面に合わされた。遠慮のをガンガンぶつけやがって、あのガキャ。避け方が下手だ。そんなんじゃこの先苦労するぞ。